親愛なる友人たちよ、私たちはあなたをとても愛しています。皆さんは混沌とした世界の中でも平和を見つけることができます。外の事象や人々など、その状況が変わるのを待つ必要はありません。あなたの周りで状況やエネルギーが渦巻いている時も、混沌に身を委ねるのではなく、ただ観察することで落ち着いていられるのです。親愛なる皆さん、あなたが自分の本質に焦点を合わせているとき、嵐の中心には平和があります。あなたはこれまでも、そしてこれからも、あなた自身の波動に基づく宇宙の中心にいます。あなたの世界は、参加するすべての魂と共に作り上げられるものです。それは参加するすべての楽器と演奏者との協力によって作り出される交響曲と同じです。交響曲の各演奏者はそれぞれ異なる願望を持っています。ある人は弦楽器を演奏したいと思っていますし、またある人は金管楽器を演奏したいと思っています。また別の人はキーボードを演奏したいと考えています。そして彼らは皆ハーモニーを奏でることで自己の表現を楽しみ、聴衆を感動させる体験を共有したいと願っています。神聖な監督者が存在し、その存在がすべてのハートの中の願望を理解していると想像してみてください。この神聖な監督者は各演奏者が感じているニュアンス、感情、音符に非常に敏感であり、そのため各瞬間において自分自身と全体のために最善の役割を果たすための直感的な指示を送っています。各演奏者がこの愛のエネルギーに導かれることを許せば、彼らは壮大な全体の一部としてハーモニーをなすことができるでしょう。もし演奏者の一人がハーモニーの美しさを忘れてしまったらどうなるでしょう。彼らは注目されたいと思っており、最も大きな音楽を奏でて、最も注目を浴びたいと願っています。特別であり、他の誰よりも優れていると感じたいと思い、そのためにどのように行動するかについて気にしません。彼らは愛のエネルギーが自分を導いていることを無視し、どのようにして目立つかに集中します。愛と調和の力から切り離された彼らは、演奏の中で不協和音を奏でることになります。他の演奏者たちはまだ選択肢を持っています。彼らは自身の内なる導きに忠実であり続け、お互いと調和しながら演奏することで美しいパフォーマンスを作り出すことができます。もし注目を浴びたいと望む演奏者が自分自身の導きに耳を傾けるならば、交響曲をやめて独立するよう指示を受けることでしょう。そして彼らは自分自身のスタイルを受け入れ、自分自身に共感する人々を引きつけ、求めている賞賛や称賛を歓迎するように導かれるでしょう。愛に満ちた願望は排除されることなく、他人よりも優越的であることを求める願望は愛情深さに欠けるかもしれませんが、独自の成功と認知を追求する願望には何の問題もありません。皆さんの人生には不協和音を奏でる人々が存在することでしょう。彼らは神聖なるものが全ての人々の願望を叶え、その人にとっての最善の方法で実現することができるということをまだ学んでいない人たちなのです。彼らは自分の思い通りにするよう要求します。
彼らは自分の思い通りに振る舞うよう主張します。彼らは自分の意見を押し付けようとします。彼らは不健全なやり方で注目を集めようと叫びます。親愛なる皆さん、それでもあなたの人生や地球上にこのような強引でしばしば誤った方向に向かう魂がいても、あなたは源へと向かい、愛と平和を持って状況を処理するための方法をただ求めることができます。あなたは自己愛に根差したままでいることができます。あなたは自分自身の内なる光を愛し、すべての存在の内なる光に焦点を当てることができます。あなたは自分たちの計画のためにあなたの平和を簡単に奪おうとする人たちにあなたの平和を譲る必要はありません。たとえそれが後人であろうと家族であろうと、真の意味では誰もあなたの平和を奪おうとはしていません。彼らは単に自分自身の中心に立っていないだけなのです。彼らはまだ愛に満ちた源との真のつながりを知らないのです。彼らは自分の内なる導きに耳を傾けず、認めず、信じることさえできないのです。彼らはそれ以上のことを知らないのです。癇癪を起こす子供は自分の愛する両親がお互いに納得のいく解決策を導き出せるということを知らずにいます。同様に、癇癪を起こす大人は愛情深い宇宙の源がすべてを調和に満ちた解決へと導いてくれるということを知らずにいます。ですから、他の人たちのことは放っておいて、あなたは自分自身の力を取り戻しましょう。もしあなたが自分の自由を心配するなら、あなたは自分の波動を自由に発することができ、それゆえ、あなたが選んだどんな波動でも自分の宇宙の中で受け取ることができるのだということに気づいてください。もし経済的なことが心配なら、神の元へ戻ってください。神、源とつながり、一直線に並ぶことで、常に豊かな流れがもたらされるからです。自分の健康や子供たち、愛する人たちのことを心配するような時は、先週もお伝えしたように、ただ座って呼吸し、常に自分を支えてくれている愛を感じ、その愛を知り、その愛を受け取ることを意図することで、あなたを安心させ、慰めてくれる神の愛の中で休んでください。今、世界は様々なエネルギーが渦巻いている状況です。皆さんは敏感であり、それらのエネルギーを感じるかもしれません。自分の中を風が通り抜けるような感覚を感じるかもしれません。誰かの恐れの波動があなたの中を通り過ぎるかもしれません。ですが、もしその瞬間にあなた自身の中にその恐れの周波数がアクティブでなければ、それを感じることはないでしょう。悲しみの波があなたの中を通り過ぎるかもしれません。しかし、もしその瞬間にあなたの中にその悲しみの周波数がアクティブでなければ、あなたはそれを感じることはないでしょう。親愛なる皆さん、裁きはありません。私たちの目には、あなたはいつも美しく完璧に見えています。しかし、あなたは今、多くのメロディーが奏でられ、多くの声が聞こえる、そのような様々な波動の宇宙の中に生きています。そして、最も重要なのは、あなた自身の心の声に耳を傾けることであり、あなた自身の心に正直に生きることです。自己の中心にいると、このような感情的な嵐の真っ只中でも、
平穏を保つことができるでしょう。そして、源に根差していることから来る平和を感じることでしょう。これは、あらゆる理解を超越する平和です。宇宙の創造主が、あなたとあなたの愛に満ちた願いを愛し、気にかけていると知ることから来る平和です。そして、この平和は、他人によって奪われることはありません。神はあなたと共にいます。あなたの天使もあなたと共にいます。愛は絶えず流れており、それを受け取ることができます。周囲の不協和音に注意を向けるのではなく、その愛に意識を向けてください。そうすることで、あなたは地球上で平和の力となるでしょう。あなたに神の祝福がありますように。私たちはあなたをとても愛しています。ジエンジェルズ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンでの応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。